2014年9月13日、千葉県袖ケ浦市にある、テーマパーク東京ドイツ村の、ドッグランに、高齢の小型犬が、置き去りにされているのが発見されました。後日、元飼い主からと見られる、匿名の謝罪文が同園に届きました。その内容は、名前はカール、12歳の高齢であること、そして犬を飼えないところに引っ越しするため、保健所へ連れて行くことにしたのですが、最後にドッグランに連れてきたところ、他の犬と楽しそうに遊んでいる姿を見て、連れて行くことができなくなり、置いてきてしまった、とのことです。また、この犬は心臓に持病があり、薬も同封されていました。こちらのドッグランが、2010年3月にオープンして以来、このようなことは初めてとのことです。ドッグランは犬を捨てる場所ではありません。それは考えるまでもなく、誰もが理解しているはず。飼い主の身勝手な行為によって、多くの人へ迷惑がかかることはもちろん、何よりも捨てられてしまった犬は、とても悲しい思いをするでしょう。このことはインターネットで広まり、その後、香取市の愛犬家の女性が、カールの新しい飼い主として、引き取ることになりました。いかがでしょうか？飼い主としてのあり方。ペットを飼うということは、その命を預かるということを、忘れてはいけません。ペットを飼ったのであれば、最後までしっかりと面倒を見る。どうしても飼うことが、できなくなってしまった場合には、里親が見つかるまで探す、ということが、ペットを迎えた、飼い主さんの責任だと思います。このようなことは、二度と起こらないよう願います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。